こんにちは、今回はガチャチケットを使って回していきたいと思います。で、今回は選べるガチャチケが1枚で、 SR 確定が1枚で、 SR 以上が9枚 R 以上が9枚あるんで、とりあえずどうしようかな。まあ、R 以上確定のガチャチケットから順に使っていきたいと思います。まあ、ここら辺はね、あんまり期待するとあれなんで、期待せずにやっていきたい感じですね。おおおお、最初から最初期 SR が出ればもう御の字っていう感じですもんね。逃げるが勝ち。あー、菅野くん、今フラワーショップで持ってない五木さんのカードが出てるんですよね。なんでそれ欲しいんですけどね。あれを手に入れるためには正剣のメダルっていうんですか、あれが必要なんですけど、正剣全然なくて、なんでフラワーショップ全然買えないんですよね。それがちょっともう、ね、つらいっていうところなんですけど、塩剣ってやっぱり、まあ、ガチャの枚数が少ないのかな、出づらいですよね。全然なんかあれなんですよ、マトリとか警視庁はすぐたまるんですよね。すぐメダル貯まるのに、他のっていうか、まあ、セオケンとか、まあ、レベルはちょっとフラワーショップで結構交換するの多いっていうのがあるんで、自分の中で納得できるんですけど、セオケンはマジでガチャの排出で全然出なさすぎてメダル貯まんないですよね。図鑑どうだったかな、図鑑覚えてないですけど、多分図鑑の中で一番揃ってんのはレベルかな、多分レベルな気がするんですけど、一番揃ってないのが都築兄弟なんですよね。SR 来たやん。SSR 来たやん。おお、すごい。やば。寂しくなったら電話して。いつでも取るから。授業中はダメだよ。かっこいい。初めて。あれ？多分初めてのやつ。何これ、いつの時のやつ、誕生日かな。すごい嬉しい、めっちゃ多分誕生日のやつっぽいかな。わー、すごい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 、やった。普通のガチャチケットで SSR 出たことあったかな、多分今まで SR しか出てなかったんで嬉しい。すごい。しかも出たのが持ってないやつっていうのがめちゃめちゃ嬉しいですね。もう最近ガチャの運がめちゃめちゃ悪かったんで、まあこういう雑念の入ってないところで出てきちゃうっていう感じなんですかね。で、一回こういうのが出ちゃうとまたね、雑念がよぎっちゃうんで良くないんですよね。多分 SR の方はもう多分あんま出ないっすもん。大丈夫。ということで、今度は SR 以上確定のガチャチケットを9枚全部消費していきます。ふぅ、待っ
ってないやつをください。持ってないやつをください。持ってなければ大丈夫。それか背負犬のメンバーが欲しい。君のデータをくれないか。ゆいさん、ゆいさん、ゆいさんか。ほいほい。あー、さすがに来ないか。俺の出番かな。シオンくん、これ持ってないやつだ気がするですよね。やった、かっこいい。これめちゃめちゃかっこいい。嬉しい。超かっこいい。そういや、復刻イベントいつ来るんですかね、あれ。マナーは大事だが、それ以上に食事は楽しく取るものだ。いつきさん、あ、持ってたっけ。あ、持ってた。あの、かぐや姫イベントっていつなんですかね。3周年のイベントの選挙の時にかぐや姫が1位取ったじゃないですか。それがね、いつ来るんだろうっていう感じですけど。君のデータをくれないか。あれん時は、かぐや姫イベントの時は、かなめくんだけ出てないんですよね。ガチャが。あの時はランキングも頑張ったんで、結構いい線いってるかなっていう、いい線じゃない。かなめくん以外のランキングも5000以内入って。いい子、いい子。報酬ももらってたんですよね、ちゃんとランキング報酬も。なんで揃ってないのがかなめくんだけなんで、まあ、次復刻イベントやったらかなめくんを揃えなきゃいけない、いけないっていうか揃える予定なんですけど。ポケットしてると置いてくぞ。さおとめさん、オッケー、ナイス、オッケー。何だっけ、かぐや姫、かぐや姫。そう、いつぐらいかなっていう。あ、本来っていうか、もともとイベントがやってた時期はあの時なんですよね。あのハロウィンとかのあそこら辺の時期にやってるんで。ちょっと見ててみ。あのパロディ系のネタをやる時にやってるんでねーっていう感じなんですけど。来た来た来た、嬉しい。俺だけをちゃんと見てろ、美月さん。これは多分持ってる。そうですね、はい。くそー、わ、なげだ。おー、連続できた。マジか。ハルくん、これ持ってない。いつの時のハルくん。これっていつの誕生日の時かな。すごいすごい。
なんか雰囲気が全然違う、このハルくん。いつの時だろう。めっちゃ嬉しい。昔は泣き虫って、はい、いやー、こっからが悩みどころですね。誰だって昔はそうでしょ。 SSR 確定か選べるガチャチケ、まあ先に選べるガチャチケからいきましょうかね。持ってないのが出るのいいって、お願いします。スイッ、持ってないのが出ますように、持ってないの出ますように。はい、さすがになかったね。はい、こう見えて結構やるんだよ。うん、今日は俺と二人っきりで過ごすって。はい、じゃあラスト SSR 確定いきます。はい、はい、誰かな、頼むよ。せいてはことを仕損じる、じっくりやれ。持ってないかも。いつのだろう。あ、これも多分誕生日系。これイベントのマークついてなかったら全部誕生日かなっていう軽い認識なんですけど、誕生日のやつなのかな。うん、かっこいい、かっこいいマットさん。はーい、ということで遠慮しないでよ。あんたの行きたいところなら、今回は、今回仕入れた新規カードを見せたいっすね。左から4枚、マコトさんとハルくんとシオンくんとかなめくんっていう感じですね。いやー、自分の思ってたより SSR も出たんで良かったですね。 R 以上の普通のガチャチケで SSR 出たのはマジで嬉しいですね。うん、やばい。で、今回のお正月で、まあ普通にガチャクリスタルでガチャ回して結構またそこでもね、SSR とか SR 出て新規カード手に入れてるんで、そこら辺の絆をちょっと高めていかないといけないんですけどねえ、マジで、いやー素晴らしい。いや、今回のガチャ結構運良かったですね。まあまた2月のハトリのガチャまでちょっとクリスタルを貯金できればしていこうと思います。ということで今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。